アシモレアン博物館とは、イギリスに所在する世界最初の大学博物館である。正式名称、アシモレアン美術、考古学博物館。最初の建物は、イギリスの政治家で、錬金術研究者で、考古家のエリアス・アシモールが1677年、オックスフォード大学に寄贈した、脅威の部屋の収納のために建てられた。 1678年から1683年まで脅威の部屋として使われ、1683年5月24日にアシュモレアン博物館として開館した。2006年から2009年の間に拡張のために一度閉鎖した。収蔵品はエリアス・アシモール自身が集めたものと庭師で旅行家にして収集家であったジョン・トラデスカンと および同じ名前の息子ジョン・トラデスカントから入手したもので、古戦、書物、版画、地質標本、動物標本が含まれていた。博物館は1683年5月24日に開館し、オックスフォード大学最初の科学教授で自然科学者のロバート・プロットが最初の学芸飲食に就任した職は、館長職と変更された。その後、主事の標本は、 新しい博物館に移されて、ブロードストリートの建物は、オックスフォード英語辞典のスタッフのための事務所として使われた。1924年からは、オックスフォード科学史博物館として、世界最大のアストロラーベコレクションや、ルイス・エヴァンスがオックスフォード大に寄贈した科学装置のコレクションを展示している。現在の建物は、 チャールズ・コッカレルのデザインによる新古典主義建築で1845年にボーモント・ストリートに建てられている。建物の登翼はタイラー・インスティテューション、オックスフォード大学近代語学部の施設が占めていた。本館にはエリアス・アシモールとジョン・トラデス・カントフ氏による当初のコレクションはもちろんのこと膨大な考古学資料や芸術作品が収められている。 芸術作品の中には、ラファエル全派の最も優れたコレクションの一つに数えられる絵画や、同じくマジョリカ陶器、英国銀器のコレクションが含まれる。考古学部門においては、アーサー・エバンズの遺贈品である非常に優れたギリシャと、ミノアの陶器のコレクションが含まれている。同部門にはまた、古代、エジプト及び、スーダンの古代遺物の幅広いコレクションを所蔵している。なお同館では、 エジプト学の進歩のために、グリフィス研究所を主催している。1999年12月31日、泥棒が隣接する建物の足場を使って、アシュモレアン博物館の屋根に登り、天窓を破って侵入、ポール・セザンヌの油絵、オーシュル・オワーズの帳棒を盗み出した。俗は同じ部屋にあった、他の作品には手をつけず、また盗品が売りに出されることもなかったため、 何者かの依頼に基づく美術品盗難事件ではないかと推測されている。アシュモレアン博物館の内部は近年広範囲にわたって現代化され、現在ではレストランと大きなギフトショップが含まれている。2001年にはアシュモレアンの旧蔵書に古代文明、考古学及び美術の歴史に専念したコレクションを合わせて拡張された蔵書がサックラート書館としてオープンした。 ありがとうございます。